こんにちは。あ、ありがとうございます。あれ、楽しかったです。RIG 楽しかったです。J でした。ありがとうございます。挨拶のアリテちゃんもありがとうございます。あ、こんにちは。ありがとうございます。よろしくお願いしますね。なぜか動物の森がね、ついてますが、ね、チャンネルは間違ってませんからね、皆さん。タストロさん、こんにちは。こんにちは。ありがとうございます。ね、こんにちは。キューバさんもね、横水さんもね。あ、僕あれですね、なんか英語の文字読むのめっちゃ遅いということにも気づきました。ありがとうございます。かっこよかったです。ありがとうございます。今日の配信も楽しみ。ありがとうございますね。僕配信、ね、まあ、ゆるーく見てってください。トニックに対してはすぐ喋ってます。ある程度ファンになりました。ありがとうございますね。配信慣れてなくてね、僕コメントをね、どこまで拾うか拾わないかの裁量もめちゃくちゃ下手くそなんでね。はい。こんにちはとか、ありがとうございますね。ちょっとコメント読みきれなかったりとかね、あると思うんですけど、ちゃんと全部ね、読めてますね。読みきれないほどね、バーってね、上がれてるわけじゃないんで。はい。小山市で始まってて、ありがとうございます。こんにちは。ナイスランでした。ありがとうございますね。ではね、ちょっと早速ね、感想とかね、言っていこうかなと思いますね。はい。で、まあ、昨日ね、感想を言ったんですけど、まあ、結構ね、ほとんど雑談になっちゃってね、多分感想をキュッとしたら10分ぐらいで話し終えるんじゃないかなと思うので、はい。まずね、感想から、あ、そうです。義務教育でね、ソニック、義務教育用だ。それ面白かったですね。感想した感想。そうですね、まず昨日ね、配信でアーカイブ見ながら感想を言ってたんですけど、まずね、最初自分の走り見た感想がね、なんか、こいつずっと息切れしてんなっていう、走ってきたんかっていうぐらいね、息上がっててね。最初はわかるんですよ。焦ってて。あ、すいません。遅れてすいません。あ、わかるんですけど、ね。1時間ずっと息切れしててね。なんだこいつみたいな。イヤホンでね、自分の配信聞いてたわけですけど。もうイヤホンをしてたらよりわかりますね。こいつずっと息切れしてんなっていう。で、結構ね、優しい方いてね。まあまあ、機材トラブルあったから、息上がっててもしょうがないみたいな、ね、言ってくれてる人もいたんですけど。機材トラブルで息上がってんのおかしいですよ。だって走ってるわけでもないし、ね、自分のねゲーミングチェアの上でずっと繋がんないなってやってるだけで、なんであんなに息上がってんのっていうね。はい、そうです。ずっとなんかでね、やっぱり終わってからもうベッドに倒れ込むぐらい息苦しくて、多分アドレナリンでね、全然自覚がなかったんですけど、ソニックの主です。ありがとうございます。はい、全然自覚なかっただけで、もう体はね、ずっと悲鳴を上げてたんですね。でも息するのも苦しいぐらいドキドキしてて、はい、そうですね、ソニックと一緒に僕もあのスピードで走ってたのかもしれないですね。もう一つね、気づいたのが、ずっと喋っとんなこいつっていうね。僕はね、結構本番集中するときにグリッチ決めるためにね、こう黙って集中して技を決めに行ったと思ってたんですけど、振り返り配信見たらね、黙りますって言ったのに、ここでジャンプで飛び越えて、とかなんか、しっかりと喋ってましたね。しっかりと聞き取れる声で喋ってましたね。なんか全然黙ってないじゃんみたいな。コメントでもね、黙るかっこ黙らないみたいな。はい。ずっと喋、そうなんですよ。一生喋ってましたね。そうですね。あ、ありがとう。初見の方もね、ありがとうございますね。とても魅力な走りと、めっちゃ溢れる、愛溢れる回数でありがとうございます。結構ね、頑張りました。みもめも楽しかった。ありがとうございますね。そう黙りますからね。僕の中ではでも、黙りますって言って集中して、その集中、ぐっとね、一段階集中を入れた段階で、僕の中でも、ね、黙って集中するというタスクが終わってたんですね、きっと。ぐって集中したら、あとはもうなんか、ね、怒ってることをそのまま、ね、ばーっと、何も考えずに口から出てたみたいな。はい。ソニックファンのクリップ。あ、そうなんですか。僕ね、ちょっと Twitch 使い方わかんなくて、ね、クリップの見方もわかんなくてね、クリップってあるんだ、みたいな、最近知ったぐらいの感じでね。はい。それでね、なんで遅れたのかについてなんですけど、ちょっとね、皆さんね、リアタイしてた方とかね、はい。あ、最後までずっと楽しかった。ありがとうございます。そうなんですよ。ありがとうございますね。
なかなかあの接続がうまくいかなくて、で運営の方も少しでも画面のちらつきとかを減らすためにちょっとこういう設定でしてみてくださいって結構何往復もねしてもらって、まあ、調整に調整をしてて、あーでもあこれだと繋がらないとかファイアウォールがどうのこうのとか出てきて、うわーこれうわーこれみたいな感じで焦って焦って、あーこれでいけそうですってなって、なんとかみたいな感じで、ではいじゃあいつでも行きますお願いしますって言って、じゃあよろしくお願いしますってなってからの、はいこんにちはひざまるですみたいな感じだったんですよ。結構ねあの始まる前から慌ただしかったんでね、その間もねコメントとか見てたんですけど、こいつ寝たんじゃないかみたいなねあの心配とかで結構はいされててね、はい、あんなに夜遅くに待たせたっていうのが結構ね僕の中では罪悪感が大きくて、なんか申し訳ないという気持ちの中ね、走りまして、ちょっとあの動物の森でもしながら感想をね、そうそう開幕から息上がってたんで、動物の森につけるのすごく久しぶりだったんですけど、だったというか今久しぶりなんですけど、ここねもう2ヶ月ぐらいずっとソニックやってきて、またされたかなか、あ、ありがとうございます、すいませんね本当にありがとうございます。もうコメントもねあったかくてね、なんかねあの2ヶ月ずっとソニックやってたらね、急になんか燃え尽きたというか、まあ、今後ソニックも、まあ、多分ソニック見たくてあのいらっしゃる方もいると思うんですけどね、ちょっとがっかりされた方もいるかもしれませんがね、なんかねあのすごく世話しないゲームなんで、急にぼーっとできるゲームやりたくなったんですよね、はい、甘いものずっと食べすぎて、たまにしょっぱいのとか、なんかそういう感じですかね、はい、ということでね、僕も久々に見るんでね、ちょっと島荒れ放題だと思うんですけど、あそうソニックね、そう本当に真逆を行く、はい、ゆっくりなゲームでね、ちょっと散歩をしながらね、あの振り返りたいと思いますんで、はい、その方がね、多分ね、ソニックのあれって今後も配信とかでやろうかなと思うんですけど、あんまりあの、ね、皆さんのコメント見れないと思うんでね、ひざまるとやっぱりそうそう、ひざまるとね、ひげきりね、刀の名前でね、知ってる方いらっしゃると思うんですけど、ひげきり島と言います。はい。じゃあちょっとね、あの、地図を見ますか。地図どうやって見るんだっけね。何の作品でも、ありがとうございますね。あ、やばいやばい、ちょっと操作を忘れすぎて終わろうとしちゃいましたね。どうすんだっけ。結構ね、あの、僕の島ですね、結構几帳面に分かれてまして、やっぱり青くて臭そうですね。そうなんですよ。服も青いです。はい。で、この左下のね、ゾーンが、まあ、結構大きいね、市街地ゾーンでね、まあ、こっからキャンプと、ここがね、まあ、ちょっと中国っぽいキャラ、ね、ジャスミンとか中国っぽいキャラが右上にあって、上の真ん中ぐらいに工場と和風のゾーンと、ちょっとヨーロッパゾーンみたいな感じで、ソニックワールドアドベンチャーっていう作品があるんですけど、かなりね、それにちょっと影響されてる感じで、ね、いろんなラッキョウ、ラッキョウはこれだけ広い敷地をもらっています。はい。ハリネズミの、そう、ハリネズミ順位いるといいんですけどね、あの、仕立て屋さんにね、いるぐらいでね、そうなんですよ。一応そうなんですよ。結構ね、あの、大型なんですけど、A 型ってすごい言われます。まあ、ソニック好きすぎます。はい。そうなんですよ。ソニック、動物の森ですらソニックに影響されるという、そういう感じですね。なので、最初はね、あの、ソニックワールドアドベンチャーに、オレンジルーフスというステージがあるんですけど、まあ、それをね、ちょっと意識してるというか、かなりね、レンガまみれの島になってますね。でね、ちょっと本番ね、嬉しかったのがね、結構エッグマンのノリでね、みんなうまいことあの楽しんでもらえたというか、あ、ここね、左下ここバオバブゾーンでね、ソニックワールドアドベンチャーでいうね、あのマズリっていう国があるんですが、まあ一部だけね、こんな感じでね、はいはい、そういうステージがあります。こういう国のね、ちょっとあのアフリカっぽいステージのですね、ちょっとモチーフにした区画ですね。はい。それでね、なんかコメントでなんか海を出したって言ったらね、海だけにとかね、フグの話した直後にね、服だけにみたいな、なんかいろいろ結構あの皆さんね遊んでくれてて、なんかすごいなんかノリが良くてすごい嬉しかったですよね。ここね、あの気に入ってるポイントですね。橋斜めにね、皆さんやると思うんですけど、ここね橋斜めにかけるね。はい。
エッグはエッグいね。そうなんですよ、皆さん結構ね、あんなしょうもないこと言ってもそれなりにね楽しんでもらえてね、まあ思いつきでね言った割になんか一つの思い出になってよかったなと思って、はい。でね、こっからねちょっとあの工場が見れるようになってるんですが、これね、あの僕の地元ね、あの北海道のあの龍月というお菓子屋さんが有名なんですけど、はい、まあその工場をね自分の島に作ってみたという感じですね。まあお菓子の工場の割にね随分とでかいですけど、ここからね全国発送してるという、まあ、そういう想定ですね。はい、まだねこっから見れますよみたいな感じですね。はい、島にねかなり大きい敷地をね、でここの住みにくい位置にね、ペンギンのボルト君がいますね。はい、ちょっとねラッキョウ隔離されてるのはこっからちょっとねうっすら見えますということで、はい、まあそうです。ああすごい、ありがとうございますね。人並み程度にはねちょっと動物の森もねやり込んでて、実はすごい久しぶりですけど、こんにちは、もありがとうございますね。道民、ちょっと道民です。はい、今はね札幌にいますけどね。ちょっとね昨日奥にある中国風な中南にねインスパイアされて、結構赤い部品とかいっぱいで、今日はそうなんですよ。でソニックやってて急に熱盛するんかいっていうね。あ、ここはキャンプ場ですね。キャンプ場はね結構あの皆さん作られてる方と同じテイストだと思うんで、あまりねまあ特筆すべきものはないんですが、まあログ調のね家具とか置いて揃えてる感じですね。まあなんかテントなんて置いちゃったりしてね。でこの間話した後日談なんですけど、僕あの一卵性の双子でね、急に連絡が来てね、数年会ってないんですけど離れて暮らしててね、 GG って来てね、はい僕あのネット活動とか別にねこう活発にしてたわけじゃないんですけどね、ひざまるって名前でねこうやってやってるの知られてると思ってなくて、結構前からね、あ、キャンプ場社ありがとうございます、結構ね頑張ってますね。はい、でなんかちょっと恥ずかしかったんですけど、なんか運命感じたことがあってね、僕あのこのソニックカラーズアルティメットって去年の9月ね9日発売でね、それから走り始めたんで、だいたい僕 RTA 歴11ヶ月ということになるんですけど、はい、見栄え GG ありがとうございます、そうなんですよそれでねどうやらその双子の兄もね、まあ、別のゲームですけどRTA を始めてたらしくて、それが去年の9月ぐらいからって言ってたんで、ちょうど同じ時期に RTA 始めてみて、 RTA 始めるやつってそういないでしょっていうね、あのそもそも話を示し合わせたわけでもないのに、 RTA を始めてみるやつってそうそう日本人にいないのに、たまたま同じ時期に始めてたんですね。で僕あの投資練習するのに9月から1月までかかったんですよ。もう一つのバグ技を成功させるために1週間ずっと同じステージやり続けたこともあるぐらい、ずっとねもうちょっとずつできるコースを増やしてって、1月になってようやく投資練習ができるようになったんですよ。で初めて投資したのが1月の9日らしいんですけど、それはあの 兄にねツイッター遡ってみたって言われたんで、どうやら1月の9日らしいんですけど、双子の兄もねあのまあ日付がギリ変わって深夜の1時か2時になったんで1月10日だったらしいんですけど、初めて通した日が1月9日、まあ、9日深夜っていうことだったらしくて、なんかかなり運命を感じてそれを言いに来てくれたんですね。なんかね数年連絡取ってなくてもね同じ遺伝子だとそんなことあるんだみたいな。僕あんまり普段ね一緒にいてザ・タッチみたいに同じこと喋っちゃったみたいな なかったんですけどね、そんなに。でも離れててもね別にRTA の話もそんなにしたわけじゃないんですけど、示し合わせたように RTA を始め、示し合わせたようにね、あ、イチゴなんかイチゴ悩んでる、ちょっと聞いてみるか、ちゃん膝だってちゃん膝です、皆さんよろしくお願いします、はいいつかねRIJ で偶然ね、なんかそういうのも楽しいですね。まあねちょっとエンジョイぜみたいな感じで趣味ぐらいでやってるって言ってたんでね、なんか僕ほどねガチガチでっていうほどでもないらしいんですけど、まあでもねなんか RTA が趣味ってねいいですよね。はい、そんな感じでね、はい、
まあ、そんな偶然がありましたよっていうことで、まあ、こんなところですかね。ということで、じゃあ島をね一通り見たら、ね、ちょっと雑談して終わりにしようかなと思います。ここはね、あの自然のキャンプにちょっとこうやったらいいなと思ってね、はい、ちょっと公園もあるみたいな感じです。これ走るの Y だっけ、 B だっけ、あ、 B か。ここはあの山、海、川全部ってしたくてこんな感じにしてるんですよね。はい、ジャスミンね、ジャスミン会いに行きましょう。あれ今いましたっけ、住まいにいるのかな。ティーチャーと話してんな、1号は。1号がね、可愛いですね。離れた方が双子にいる、あ、そうなんですね。洗練されていくんですかね。あ、なんかクワガタ、クワガタいるけど捕まえ方忘れちゃった。これどうやって使うんだっけ。あ待って、消しちゃったけど戻し方忘れちゃった。これこれえ、これどうしよう、どうするんだっけ。で、すいませんね、こんな時に。わ、わかりにく、これか、これかな、これか。大変だったんですよ、これ書くの。かなりね、あの前デザインを圧迫されています、本当にね。これどうやって振るんだっけな。 A、 あ、 A か。ん、なんだこれ、つくつく帽子。あのセミでか、関東とかのセミでかくないですか。僕あの北海道のセミ小さいんでね、びっくりしたんですよ。雑草伸び放題ですね。じゃあちょっとジャスミンちゃんに会ってみたいっていうね意見があったのでね、ジャスミンちゃんね、ジャスミンちゃんがこの中国っぽい家なんで、そのためだけにここ全部中国のエリアにしたみたいな、そんな感じです。たまたまジャスミンちゃんがキャラでいたんでこんなにね大きい敷地を取っております。お、すごい、ありがとうございますね。結構ね、あの、あ、なんか一生懸命作ってるね。お、なんかレシピを教えてもらおうか、そしたら久々に。お久しぶりですね、結構心配かけてしまった。あ、なんかこういうこと言われるとちょっとなんか心が痛いですね。ずっとソニックしてたのもあってね。じゃあちょっと レシピもね、ついでに千と千尋、あ、そうなんです、ちょっとね千と千尋もね少しインスパイ受けてる感じすると思います。なのであの屋上に温泉がありますね、いいとこに気づきましたね。はい、そうなんです、上に温泉つけてます。一応もらっときましょうね、こういうレシピはね。そうそう、罪悪感を、そうなんですよ、みんな寂しがってくれるんでね。そうなんですそういったところですよ強気系ジャスミンということでね、こんなひっきりなしにねトンカチ叩いて、まあちょっと忙しいとこねお邪魔しちゃいましたけども、こう振り向いてねニコってしてくれるの可愛いですよね。ちょっとね配信もねそんなにあの高頻度でするという予定もなかったんですけどね、まあ、本来ね僕のね、キャリアとか実力で言えばね、まあ、10人20人も集まってくれりゃもう十分すごいぐらいの感じなので、ね、こんなにね人来てくれてね、まあ多分今ね R10 ジャパン直後ブースト期間ということでね、結構僕に興味持っていただいてる方もね一時的に増えてるということで、ね、昨日やったのに今日もやるみたいな感じでね、はいここはねあのゆうやになってますんで、こんな感じですね。まあ、ちょっと海も見えるよっていう感じで作ってます。まあ、あの僕ねあの結構ねあの動画とかでね動物の森やり込んでる方見ると結構ね新メトリー好きですね明日以降も配信してありがとうございます、はい、あ、そう、ジャスミン、そんなことまで分かるんですか。ジャスミンちゃん最初からいるんで、中国の場所作るかみたいな、そんな気になったんですよ。結構でもやり込んでる方すごい入り組んでるじゃないですか。僕ねあの道広めに取ってるんでスペースすごい無駄にしてる。ここだって4マス分の道ありますからね。これ
まあ歩きやすいというのが僕のね島のあの利点ですね。こんなに広い道取ってもったいないもったいないね。貴重面ありがとうございますね。こっからも入ります。これ動線を大事にしてます僕はね。こんばんは、あれじゃお疲れ様でした。ありがとうございますね。ちょうど寝ようと思って対応した。あ、そうです。ちょっと夜更かしをね、誘導してまったんですが、ありがとうございますね。わざわざ それでも見てくれたってことですからね。高速道路、そうそう、こう開けた地点は大事ですから、走りやすいですよ。森の感じでした。ショベルカーね。そうです。ここ本当あの、石を湧き潰ししたくて、ここに石を集めたかったんですけど、結構ね、僕あの、やっては飽きちゃう、やっては飽きちゃうみたいな、そういうの繰り返しててね、ここがね、工場ですね。お菓子屋さんなんで、一応あのソフトクリームとね、あとね、あの帯広は白樺という木が多くてですね、ちょっと白樺をモチーフにしたやつ一応置いてますね。でここで一応ね農作物育ててますということでね、あとここの一列トマトだけをなんとか入れたいんですけど、それもやりきることなくね飽きちゃったんですね、きっとこのゲームね。なんか中途半端ですね。ちょっともったいないですね。なんかこんばんは、 RIJ から来ました。ありがとうございますね。皆さん多分そうです。僕ね、あの RIJ から配信を始めました。ありがとうございますね。もうみんな初見さんみたいな感じですね。帯広知ってる方、ね、いらっしゃいますかね。ありがとうございます。非常にね、暑いところでね。ここがあの、ね、らっきょうのね、一人庭ということでね、こんだけ広い敷地を与えましたね。ここのね、あの、庭というかこの緑の部分ね、かなり僕はこだわってまして、この先ほどね左右対称好きなんだって気づいてくれた方いらっしゃったんですけど、これもちょっとね左右対称を意識して木を植えてますね。で近くにね植物を置くと木が育ちきらないっていう特性があるんで、ちょっと木の高さを成長しきる前に近くに木植えたりとかして、まあ、成長を止めて、まあ、高さとかね合わせてるみたいな感じですね。どうしてラッキューかっくりしてるんですか。同地主みたいな。そうなんですよ。領地を与えてやりましたね。和風のね家の住人が来たんで、あ、じゃあここ和風エリアにしよっかってなって、そうなんですよ。来た住人によってね、僕あの結構変えてますね。もし和風のキャラがもう一人いたら、この工場の部分も和風のエリアになってたかもしれないですね。そうなんですよ。こだわってますね。そうなんです。ありがとうございますね。結構凝ってます。あつ森ワールドアドベンチャー、そうなんですよ。一応ね、日本も採用させてもらう。で、次のね、エリアで最後になるんですけど、ソニックワールドアドベンチャーの、ね、一番最初のステージがね、アポトスっていうところがあるんですけども、ここがね、なんかあの、あれは何ですかね、あの、エーゲ海的な、そんな感じですかね。はい。まあ、白い漆喰のね、島というか、でそれなんか青い壁みたいな、そういう感じでね、一応ね、ここにウェディングベルみたいな、そうギリシャの、あ、そう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 、そんな感じでちょっとねリゾート地っぽい感じで映えですね。はい、映えです。そしてね、あ、まあ、ちょうどあの青い建物のやつが来たんでね、まあ、それを軸にエリアをね作ったっていう感じで、なのでね、この家具とかもね、青と白の家具あったら置こうみたいな感じでね、はい、青い電話とかね、まあ、こののれんはね、あの自分で書いて、色変えれるんでね、青とか白で何か塗ったりしてね、まあ、ちょっとヤシの木植えてみたりみたいな、こんな感じね。ありがとうございますね。ありがとうございます。皆さん結構ねいい反応で良かったです。結構ね趣味でポチポチ、まあ、ちょっとずつちょっとずつねやってたんでね、結構ね白とか水色の家具っていっぱいあってね、まあ、ちょいちょいねギリシャ感出せるものがあって、ちょっと留守みたいですね、グルミンね。はい、すごい感想ない、ありがとうございますね。こんな感じでね島を一周しました。はい、こんな感じですかね。寄贈してますか。僕はね、あの全然やってないかもしれないですね。はい、そうなんですよ。お部屋もね、もうほぼ物置でね、島クリエイトだけやってた感じです。これはチップもにっこりね、ベストフレンドですから、はい。コメントしたくて今、アプリダウンロードしていきました。ありがとうございます。わざわざね、確かに、ね、YouTube 勢はね、多いと思うんですけど、
ソニックと出会ったきっかけは何ですか？僕はね、ソニック、なんだっけ、ソニックアドベンチャー2バトル。今ちょっとド忘れしちゃいましたけど。ちっちゃい地球みたいな、そうなんですよ。いろんなね、いろんなテーマが。当時ね、まあ、友達の家でやったんですけど、当時は珍しくね、ゲームの曲でオンボーカルだったんですね。はい。それがかっこよくてね、みたいな。今でこそね、結構オンボーカルの曲ゲームに採用されてるって、だいぶ馴染んできましたけど、当時はね、全然なかったと思います。それだけソニックはね、先を行ってたんじゃないかなって思うんですね。本番中もね、ソニックのゲームは時代を先取りしてるって僕言いましたけど。それこそね、マリオオデッセイ、この間ね、エンディングでオンボーカルだわーってなってましたけど、もうソニアド2バトルは、もう、もっともっと前のゲームですけど、まずね、一番最初のシティエスケープでオンボーカルね。ね、テーマ曲のリーブ・エンド・ローンね、ガチガチにかっこいいみたいな。はい、そうなんです。やり込んでるね、ありがとうございます。あ、コメントしたくてアカウント作りましたね、ありがとうございますね。想像してた以上にガチじゃん。結構ね、やり込んでるかもしれないですね。はい。意外と、そうなんですよ。ソニアド2はね、今でも楽しいです。ソニックはね、曲が全部いいんですよ。正直ね、悲しいんですけどね、確かにソニックのゲームね、実は賛否両論あったりするんですが、音楽だけはね、一回もなんか残念って言われたの見たことないです。確かに、ね、難易度調整きついゲームとか結構あるんですよ、ソニックって。理不尽ゲーとかね、ロード長いとか、なんかいろいろ言われてきたんですけど、音楽だけはいっつも最高評価っていう、なんかそういうイメージがありますね。そうそう、セガは読めると先取りしてると思うこと、そうなんですよ。時代がね、追いついてないって言われてたりしますね。そうなんですよ。今日そう、曲も最高でね、そうなんですよ。真相にはね、ロード時間再解決してればね、あと難易度ね、再解決してればめちゃくちゃいいストーリーですしね。あんなにプレイアブルキャラいるのも珍しいですから。あんなに速く走るキャラいっぱい用意してね。そうなんですよ。セガね、結構頑張ってますよね。まあ今でこそあんまりソニックの宣伝とかなくなりましたけど、ね。今もセガね、結構頑張ってますもんね。オープンワールド新作がもう今年で一番楽しみですね。そうなんですよ。めちゃくちゃ楽しみ。オープンなね、フィールドでソニック、オープンワールドのゲームって移動がね、だるくなるかどうかが結構キーだと思うんですけど、ソニックって移動が楽しいキャラなんでね。もうその時点で、まあまずね、デメリット解決というか、かなり相性いいんじゃないかなと思っててね。まあ、それプラスなんか電脳空間っていう、ブレワイでいう祠みたいなところに入ったら、今までのね、ソニックのステージみたいなのも、今ま従来のソニックっぽい遊びもできる。ね。これはね、うまくいけばとんでもない神ゲーになるんじゃないかと。これはソニックファンとか、ひいき目なしに、うまくいけば本当にとんでもない神ゲーになると僕は思ってます。ただ、心配なのが、ソニックのスピード感でオープンなワールドで走って、読み込みとかロードが大丈夫なのかどうか。と、マーケティングがね、どこまで行くのかというところですね。はい。発売したら配信予定ありますか？やるかもしれないですね。僕ね、ちょっと今後配信をね、どれくらいやるのかという問題がね。僕なんか配信って面白いコンテンツを皆さんに提供して楽しんでもらうみたいなのが理想だと思うんですけど、僕今のところね、皆さんとお話しするために配信というツールを使っているみたいな、そんな使い方をしてますよね、今。あんまり今、なんか面白いこととかね、別に提供できてないんでね。ちょっと配信力というか、ね、コンテンツパワーがね、ひざまる自身ちょっと足りないんでね。配信を続けてるかという問題はあるんですが、まあでもね、Twitter には出没すると思うんでね、ソニックのお話皆さんとしたいなとは思ってますね、はい。そう使ってる人も多いので、ありがとうございます。ちょっとそういう感じでいこうかなと思います。ツイキャスみたいなノリでね。ありがとうございます。あなたの喋りが面白く。あ、本当ですか？僕は、今ね、めっちゃ、本当にただただ、皆さんの質問答えて話をしてるという、それだけなんですけどね。オチのある話もね、今日特にできてなくて、ね、ありがとうございます。ね、喋りが好きでフォローしたのが、ありがとうございます。ソニックというより、僕に興味持ってくれてる人もいるということですね。そしたら、それは結構助かりますね。僕がね、今後ソニックを一生走り続けるかね、RTA をね、走り続けるの結構根気がいるんですね。
メンタルとの戦いでね、そうなんですよ。気楽に配信していける気楽ら、ありがとうございます。皆さんね、ぜひもし配信したんで来れる時だけね、チラッと来てみたいな感じで全然いいですからね。そして好きな時に入ってきて好きな時に抜けてみたいな、全然ね、コメントなしで見てるだけね、食器洗いながら見てるだけ全然ね、ありがたいんで。で、僕配信って僕にとって一人二人来るね、もの、昔とかツイキャスでね、カラオケ配信、一人カラオケ寂しくなったらやってみてみたいな、で一人二人来てくれてみたいな、配信って僕そういうもんだと思ってた。こんなにね、3桁もね、3桁もビビり散らかしてます、僕今こんなに人に注目されることだって、だってなかったんですもん、今までの人生というか。せいぜいね、学会発表して200人いる前でちょっと話したぐらいですかね、それぐらいですかね。この間ね、なんか4万人とか来てさ、もうびっくりしちゃった、本当に。国境なき医師団さんの流れめちゃくちゃ、あ、本当ですか。僕結構ね、気取った台本でね、大丈夫だったのかなって、話す前とか後とかもね、結構そうなんですよ。ソニック学会島切れ、ありがとうございます。カラオケはね、あ、でも Twitch で、まあ端末でもできるのか。でもあれですよ、歌うまいっていうことでもないんですよね、うん。気が向いたら、でもね、ちょっと寂しくなったら、じゃあツイキャスじゃなくて今後はもしかしたらね、ありがとうございますね、やるかもしれないです、はい。結構ね、あ、良かったです。国境なき医師団のね、流れ。良かったって言ってる方ね、いらっしゃって。ソニック・ザ・ファイターズ。配信します。ありがとうございます。いろいろね、ちょっとなんか、期待してもらってね、ありがたいですね。RIG でファンがつきます。そうですね、か。僕のね、人生ね、なんか、ファンというものとは無縁だと思ってたんですけど。こんなにね、皆さんに興味持ってもらえるとは思ってなくてね、よかったです。僕もうただただね、失敗しないようにというか、その先のことってあんまり考えてなかったんですよ。この先、ね、その後でね、なんかいろんな人に興味持ってもらえるみたいなこと考えてなくて、まず恥をかかないような走りをする、それで走り切って終わりみたいな感じでね、思ってたんですけど、その後の方がね、こんなにいろんな、はい、反応いただけるっていうのが、直にこういろいろ聞かれてね、はい、出てくれてよかったらと思いますね。台本丸暗記的にびっくりそうですね、ソニックね、プレイスピードが速くて、台本書いても読む時間ないというか、見る時間がね、僕はなくてね、コメント絡みする時間あったら原稿絡みするよってね、多分ね今思えば思いますけどねでもエニーパーセントはね、ステージ終わった後にちょっと次のステージまでの間に時間があるんで、その時にね、することないんですよ。なので、ちょっと台本見たりとか、はい、ソニックちょっと好きになりました。ありがとうございます。よかったですね。ゼマラさん知れてよかったですね。はい。ありがとうございます。そうなんですよ。僕丸暗記ね、丸暗記もね、でも一チック丸暗記ってわけじゃないんですよ。キーワードを覚える感じですね。なんで一チック覚えてるわけじゃね、全然実はすごくないんです。はい。コメントもね、ちょっとだけ拾えましたね。でも全部見切れなかったですね。なんかキーワードね、例えば、自分語りとかあって、その後、ゲームの画面みたいな単語覚えといて、暗くなったら、みたいなバーって喋り合って、で、その後に、なんかこう、ゲームの世界では、みたいな単語があるんで、それで、その流れで、ゲームの世界ではこう、現実世界ではこう、で、その後集合体っていうワードを覚えてたんで、あ、ヒーローは集合体って話するんだ、バーってして、みたいな感じですね。はい、エッグマンだけにとこ以外はね、はい、ちょっとバランスを取りましたね、はい、ありがとうございますね。キザナだけだったらちょっと人寄りつかないっていうね、ことでっていう今言い訳を考えついたんで、はい、ついついね、ちょっと素で変なとこ出ちゃったんですけど、ありがとうございますね。35分もやってるんですね。こんなところでしょうかね。どうでしょう。感想もね、後日談も、それよりも前のことも、まあ、だいぶ振り返れたんでね。まあ、この辺でちょうどいいぐらいかなと思います。もっとやってくれ。ありがとうございます。本当ですか。でも僕ちょっとじゃあどうでもいい話なんですけど、僕のね、緊張すごいしてたんですけど、直前の話でね。
こんなに人生で緊張したことないなっていうね、あのこともあったんですけど、じゃあ今までで一番緊張したことを思い出せばいいんだっていう考えに至ったんですね。でちょっと僕思い出した時にですね、まあ4万人の人に見られることの方がはるかにね大きい事象なんですけど、当時ね高校生の時ばかの僕、あの高校硬式テニス部の副部長やってて、新入生部活説明みたいなのあるじゃないですか。でその時にね、一応壇上に登ってね、スタンドマイクの前で、まあテニス部こんな感じです、入ってくださいみたいな挨拶をする役をしたんですけど、まあその時にね、僕あの人前で話すの本当に苦手でね、手もすごい震えててね、あとなんかスタンドマイクの前で喋るってしたことなかったんで、なんどういう格好で喋っていいか分かんなくて、まあ気をつけて喋るのも変じゃないですか。でもなんか手を後ろで組んで喋るのもなんか応援団長みたいな変じゃないですか。どうしようとか思って、でもなんか手をね体の前で組んでてもなんか営業の人みたいな、でどうしようと思ったんですけど、なんかマイクを手に添えたら丁寧かなと思ってスタンドマイクに片手を置いたら、もう手が震えてマイクガラガラって、あこれはまずいと思って慌てて両手添えたんですね。まあ片手よりは両手の方が丁寧だろうと思って、まあなんとか抑えてね、緊張をねまあ抑えながら、まあ、話はね、なんか、なんとか覚えてたこと全部喋れてよかったなと思ってね。まあ、そんなことはもうね、忘れて、まあ、卒業式ですよ。まあ、アルバム見たらね、そこには、バンドのボーカルの姿で挨拶をする僕の姿がね、写真で採用されててね。採用すんな、そんな写真と思ってね。本当に。恥ずかしいわ、つって。僕の黒歴史ですね。絶対分かってて採用した。確かにね、客観視すれば、それはバンドのボーカルの姿になりますよ、両手ねマイクに乗せたら。でも僕はその時は両手を添えたら丁寧と思ってそれをしたんですけど、やっぱ緊張してるとね、人って自分のこと客観視できないですね。傍から見たら自分がどう映ってるかが想像できなかったんです、もう追い込まれすぎて。はい。パンポーチキン、パンポーチキンの喋り方挨拶しよう。はい、そんなねことを思い出しましたね、直前に。そうなんですが、昔からね上がり症というか、今もね結構今汗をかいてますね。だって今もだって120人の前で挨拶をしてるようなもんですから。そうなんですよ。もしちょっとね皆さん、このあとお時間ある方いたら、ちょっとゲームでもしながら、僕あのスプラトゥーンも1年間ぐらいほぼ我慢してたんですけど、たまにはちょっと やろうかなと思ってね。まあ、スプラトゥーンだとちょっと あんまりコメント見れないのかなみたいな。でも雑談の部分は結構ね、振り返りは結構終わったんで、ちょっとね、先ほどね、映画見ますかみたいな話だったんですけど、映画はね、見ます。映画はね、楽しみにしてます、非常に。でもね、なんか、ソニック、原作のソニックとは、ちょっとね、キャラが違うんですが、僕はでもそれを含めてでも楽しみです。動くソニックが見れるというのはね。まあ映画のソニックはちょっとゲームのソニックより幼いというか、あんまりゲームのソニックはね、友達がいなくて、しょんぼりみたいなキャラではないんですけど、まあそれはそれでね、また可愛いんで、僕はすごい楽しみです。一作目もね、ブルーレイまで買いました、僕はね。はい。映画は映画でそうなんですよ。別物としてね、そうなんですよ。いよいよです。今週ね。今週、ようやく公開ということで。ジロっていうね。目が。ジロっていう目がありますね、コメント。声もね、そうなんですよ。中川大志さんがね。はい、ソニックを見てもらって嬉しいって言ってたよね。いや、そう、嬉しいですね。いや、ソニックがね、やっぱり、あれだけいろんな人にね、こう、露出するっていうのが本当嬉しくてね。本当に今から楽しみです。すいません、じゃあちょっとスイッチの、ちょっとダウンロード版じゃないんで、ちょっとスイッチを取ります。
皆さんね、無理しないでくださいね。もう振り返りの部分は終わったということでね、満足した方は、ぜひね、またっていうことで。はい。あ、結構ね、他のゲームの皆さん、結構皆さんいろんなゲーム、ね、知ってらっしゃるんですね。オーバークックね。そうなんです。オーバークック、しばらくやってないですね。ブレワイね、そうなんです。1ヶ月だけやったんですよ、僕。1ヶ月しかやってないっていうのがね。とりあえず1ヶ月で、まあ、ガノンまで行って、85時間ぐらいやりましたね、1ヶ月で。で、まあ、一応クリアしたらなんか満足しても、僕ゲームね、満足したら、自分の目標設定したものをね、達成すると、達成感でやめちゃうタイプなんですよ。そうですよ、探索もね、31% でしたね。クリアしたら。あんなに祠回ったのに。動物の森もね、ここまで作り込んだらいいやみたいな感じでパッてね、やめちゃうんですよ、はい。オーバークック、オーバークックソロきついっすね。だって2個動かさなきゃいけなくて、キャラ。ソニックもね、だからもともとはストーリー全部クリアしたら満足してやめるみたいな、まあそういうスタイルだったんですね。今回はね、でも RTN Japan に出場するという目標を今回は設定したんですよね。なので1年かかったんです。はい。でもね、まさかでもこんなに早く叶うとは思わなかったですね。1回目の応募というか、倍率100倍ぐらい、100倍じゃない、10倍ぐらい、100倍はちょっと、いや、盛りすぎ、盛りすぎ、10倍ぐらいのね、倍率があったということで、いや、ちょっとね、操作がおぼつかないので、ちょっとね、あまり、スプラトゥーンは、まあ、エンジョイ勢というか、さほどうまくはないんですが、ね、皆さんにお見せするほどのあれでもないんですけど、エイムも多分ね、ひどいことになってますね。操作忘れちゃった。ちょっとね、これね、ガチマッチで足引っ張るとなんか申し訳ない気持ちになるんですよね。熱盛紹介、熱盛はもう紹介し終わったんだよね、実は。一通り、なんか僕のね、島は非常に道が広くて、歩きやすいんでね、まあ、10分もあれば紹介し終わってしまうんですね。なんか入り組んだ地形とか僕作れないんでね。はい。ここ数年ですごい倍率になった。やっぱ、あ、そうなんですね。はい。確か2016年の頃とかよりなんかすごい賑わいになってますよね。もう敷居高くてね、 RTN Japan まさかね、出れるとは思わなくてね。いつも僕 RTN 見るのは大好きでね、ずっと見てたんですけど、まさか自分が出場できるようになるとはっていうことでね、結構長期的な目標を掲げたの久しぶりかもしれないです。ゲームでね、まあガノン倒すとかね、原神でラン、とりあえず世界ランク8にするとかね、そういう短期的な目標は掲げましたけど、見通しの立たないね、 RTA 走れるようになって RTN Japan 出るみたいな、まあまあ大きめの目標を掲げたんですよね。はい。次はね、そうなんです。6日間ですよ、年末のやつ。ありがとうございます。さあ、ガチヤグラということでね、ちょっとどれくらい、ね、動けるのかというところですね。ちょっとさ、横のモニターを見る余裕がなさそうなんで、手前の iPad にコメントが映れば。スプラス買います、買いますね。これはスパッタリークリアという。そうなんです。うわ、これ、スパッタリー、僕、スパッタリーしか持ってないんですよ、基本的に。そのサザエ数何？そう、サザエね、全然使ってないんですね。はい。ゆるいゲーム、過去ガチマッチ。僕ね、スプラトゥーンを買って1年間ずっとソロプレイしてた人です。そっからちょっとね、なんかネットのスプラ用のアカウント作って、ちょっとネット上の友達みたいなの探しましたけど、まあ、発売から1年間その考えに至らなくて、あ、これはガチマッチをするゲームだって言って1年間ずっとガチマッチだけやったんです。変な人だと言われました。こんなにね、今インターネットの時代になってて、ネット上で友達誘っていろんな遊びができるこのね、拡張性の高い時代に、僕は1年間ずっとソロプレイだけをしました。フェスもソロプレイだけをずっとし
あんなにねワイワイやるゲームなのにみたいな。いやちょっとね操作もね おぼつかないですね完全に。ちょっとローラー相手はダメですね。くー、うわー、今日はねこんな感じだと思います。ガバガバでねちょっと、はい、カーテンにねくるまってた。そうそう、カーテンなんか僕狭いとこ好きでね結構落ち着くんですよね。ちょっとねこっからねコメントあんまり見れなくなったりとか、プレイもねガバガバでも申し訳ないと思うんですけど、うわーこれきついね。これどうしよう、打開の仕方も忘れちゃったね。これ沼ってます。あ、コメント気にせず伸び伸びやってほしい。ありがとうございますね。そんな、なんかあれですね、コメントあったかいというか非常になんかあの皆さん親切ですよね。僕あの人の配信とか見てね結構あのコメントとやり合ってる人とかも見ますけど、なんか Twitch はそういう感じなんですか、民度が高いというかあれなんですかね。なんかすごい皆さん優しくてね。この辺いたよな、気のせいか。うわ、うん、ちょっとひどいな。エイムはね、ジャイロです。ジャイロの 2.5。 ちょっとね、もうブランクがほぼまあ、1年って言ったら嘘になりますけど、やっても月に1回2回とかだったんでね、めっちゃ下手になってます。ほら、全然当たんない。うわやばい、 Twitch やっぱあったかめなんだ。そうなんですよね。あ、なんかすごいいいこと言ってくれてますね。あの僕がいい人だからみたいな。ありがたいですね、そんな風にね持ってもらえて。プレッサーから潰したいけどプレッサー下なんだよな。まずこっちから、いや、当たんない、ちょっと当たんない、当たんないよー。ちゃん膝ね、いちごにつけてもらった名前です、ちゃん膝ね。はい、リスナーは配信者にいるじゃんね、きっとみんなね、あのエッグマンね、エッグマンのエッグマンだけにみたいな。あ、やばい、ちょっとねあの少しは切るところ取るとこ、え、後出しの着地にやられる上にちょっとリザルト見たくて、ちょっと裏でちゃんと練習してからやればよかったかもしれないですね。僕今のところね多分キル1回ぐらいしか取ってなくて、デス 4,5 回してる気がするんですけど、もうちょっと安定の武器とね、ビーコンは良くないんで。落とした、うわ、ありがとう味方。まあボーリングの、まあ、1ゲーム目練習みたいな感じで、まあ、最初のね5試合ぐらいは練習みたいな感じで。スプラトゥーンの発売がね結構楽しみでね、あの去年の9月9日にソニックカラーズが出たんですけど、僕あのそれがちょうど誕生日でね、すごいうわいい誕生日って思ってたんですけど、今年の9月9日はスプラトゥーン3発売ということで、めっちゃいい誕生日ね。2年連続でね好きなゲームを発売するっていうのが、肩慣らしありがとうございますね。おっと、やば、よそ見してたら、なんかスプラトゥーンやらすぎて敵の位置も よくわかんないですね。絶対こっちから来るんだけど、マジでお前だけは頼む、よし、生きながらえた、お前だけは。あ、なんとかねトーピードで無理やり持ってきましたけど力技すぎる、ね、ちょっとね沼プレイをしてますね。皆さん真似しないでください。ああいうね人数不利分かってるのにね突っ込むみたいな脳死プレイをしてますね僕は。後ろから来たら怖いなこれ。ヤグラノリ参加するか。うわーごめん、
ごめん、これは。うわー、これはね、ちょっと僕が本当に何もしてなかったですね。いやー、これね、ちょっと前半本当ね、置物。目玉さんって配信何時頃多くなるんですか？僕ね、配信をするかどうかすら今今後ね。まあでも多分平日だったら夜9時とかがね、結構いつもゲームしてる時間なんです。でそれをまあ配信をするしないみたいなことがあると思うんで、多分ね9時とか、僕の仕事の定時が6時半ぐらいなんで、帰ってご飯食べたら8時か9時になるんですよね。多分それくらいだと思います、つるとしたら。はい、そんな感じで。結構、いや、コメントが本当にあったかくてね、みんないい人ですね。ちょっと皆さん、あのきついこととかもノリでも全然言っていいですかね。僕あのスプラトゥーンの配信とか見ても、うわ下手くそやなーとかね、うわ先輩オツ、先輩オツみたいなコメントをしてるのがね、エーペックとかスプラトゥーンだと思うんですけど、みんななんか下手くそって言ってくれてきてる全然あの思ったことはね言ってもらってもいいですけど、みんな優しくて本当にありがたいですね。こんなに民度の高い人たち。ちょっと僕そういうのもあってね、配信ってちょっとなんか自信がなかったというか、やっぱりなんか上位勢の人って本当になんかもうバケモンみたいにうまいですよ。僕あのギリね、 X、 いやエイムよ、ギリね X か行くか行かないかぐらいを今さまよってるぐらいだと思うんですけど、X パワーっていうのがそれぞれあって、あの、まあ、レートなんですけど、僕はあの最高で、まあでもせいぜい2400ぐらいなんですけど、今はね、もう、今2000いくかどうかも厳しいみたいな。なめらかである？あ、でもね、まあ、煽りみたいな。Apex とか結構、でも、なんかね、あるらしいですよ。あの時、ああ、知ればよかった。指示とかね。僕あのスプラトゥーンとかな、繁盛さんって結構ね、あの煽りの強めな視聴者さんがついてる方でね好きでよく見てたんですけど、ちょっとね、あの見てる分にはまだそんなに精神的ダメージもないですけど、まあ、自分がいざね、あの身にさらされたらと思ったらね、ちょっと相当実力ないと。繁盛さんね、それ、まあ、実力が伴ってるんで、うるせえみたいな感じで言えるねぐらいの実力がありますけど、こっちにいた気がしたけど気のせいか。もうあの敵を見つける能力もなくなってる。もうトーピードコローでしか倒してないんだけど、なんかメインでパパパパパーンを見せたいんですけどね、本当はそれが気持ちいい武器なんですけど。いや本当に着地してきたやつを倒しただけなんで、今のは全然あの点数に入れないことにします。ここにねハイドラがいるんで、高ピードで邪魔しつつ着地で威嚇をして後ろに下げるしかできないですね。ここね、いやー当たらな、くっそうなんですよ。ようやくコメント見ました、すいません。そうだ、やっぱり、ね、そうなんですよ。繁盛さん、僕繁盛さんでも結構ね好きでね、よく見てます。僕はそうです、乗りながら、そうなんです。僕ね、あのスパッタリ持ってる割には意外と慎重派の立ち回りをするタイプの人でね、あんまりねおらつくタイミングは、これはいけるみたいになった時しか。後ろか、いやー申し訳ねえな、今ちょっと視野が狭かったですね。なんかまああれなのかな、配信でいいプレーを見せようと思いすぎて今いや、隙間に落ちちゃったよ。着地狩りナイスで、ありがとうございますね。かえってね、着地してくれた方がね助かるみたいなシーンが結構あるんですね。いやーちょっとごめん、防衛の方行きたかったけど、ボールドンに、まあ、ボールドンにうまくヘイト買われましたね今ね。絶対あの落下なかったら俺防衛に参加できてたから、これうわー、そこが負け筋ですね。でもあのしっかり負け筋を把握するというのがね、
どこで負け筋を作ったのか把握することが、今後の、ね、試合の、ね、まあ、活かせるようになるんでね。次に生かしていこう。ありがとうございます。いや、そうなの。次に生かしていこう。そしてね、カモンって言ってる。乗ってほしいのか。いいよ。でも僕はね、乗ったらトーピードを遠くから投げる人しかできないですけどね。いや、あのミサイルマンを落とす人。あ、後ろから来てんのか。でもあいつほっとくわけに帰るな、あれは。イカだけに。あれ、なんか、エッグマンいっぱいいる。IQ300 だな、みんな、ほんとに。後ろ、いや、後ろのケアできてないのが、いや、今のは後ろを見るのは僕の仕事だったんですよね。やっぱソニックに習ってね、前だけを見てしまったのが。スプラトゥーンはね、やっぱり視野が大事ですからね。うわぁ、皆さん、楽しめてますか、これ。スプラトゥーンを配信するときはちょっとあれですね、配信の連動が必要だということに気づきました。結構ね、考えること多い割に、僕今なんか内容のあること話してましたから、ね、今の5分間突然今不安になりました。内容のあることを喋った記憶がないですけど、 ありがとうございますね。楽しめてよかったです。皆さんちょっとゆるく楽しんでください。僕はね、今んところ楽しんで、はい、上達配信ね。まあ、これもそうだし、練習みたいな。ちょっとじゃあ、一旦迷惑かけなそうな武器でちょっと練習をしてですね、この武器はね、結構強い武器なんで、これでね、ボロ負けしたらもう言い訳できないやつ。ね、そろそろ勝ってほしい。ね、そろそろ勝ちたいよね。ボーリング、そう、まだボーリング1ゲーム目ですね。ボーリングって1ゲーム目やったらめっちゃ疲れません？なんか推定2060、これ大丈夫かね。ちょっとね、集中しますか。うわ、うまっ。シャーテてきよった。この辺な、助けてあげたいんだけど。うわー、そっちもいるんかい。うわー、ごめん。先に死んだのが良くないね。あ、二戦隊はね、そうなんですよ。僕も含めね、沼を今形成してるんですね。結構ね、そうなんですよ。逆にね、2300とか行った方が楽なんですよ。不思議なんですよね、やっぱり。うわ、わ、今までトーピードに作敵をどれくらい頼ってたかっていうのが今浮き彫りになっちゃいました、ね。生き止めポテルって、僕に連打をさせたらあれですよ、酸欠になっちゃいますよ。もう弾出してる間ずっと息止め、ドゥッ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 、ね。いや、ちょっとスペシャル意識が僕今足りてないということに気づきました。ちゃんとスペシャルで打開しないといけないのに。敵どこ行ったかな。聞いたのか。そんなことすら分かんなくなってきた。今ね、ちょっと人数不利なんでね、なかなか。一旦ちょっとね、敵押し戻しますか。慎重派なんでね、やっぱり実質一人か。いや、全然前出れてない。
全然前出てない。うわ、ちょっとあれカバーしてあげないと。マジか。ちょっとね、長いリハビリが必要な気がしてきました、スプラトゥーンに関しては。ソニック助けて。テイルスがすごい言いそう、俺。助けてソニックって。なんかね、あの本番のコメントにソニック、なんか友達の作り方を教えてくれないソニックっていうなんかコメントがあってね、ちょっと面白かったんですけど。ソニックがね、テイルスと友達になったきっかけはね、ソニックがテイルスを助けてあげたからだったはずなんですけどね。そんな友達の作り方は僕はちょっとできないですね。まあ、なんかソニックはね、友達の作り方をね、教えてくれてはいるんですけど、ね、実践できるかと言われたら別ということでね。今どこから抜いて？ぼーっとしてた。うわ、全然当たんな。うわ、全然当たんな。いや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 、ガバガバ。ちょっとね、見られてるんで、あんまり無理できないです。引くか。焦っても仕方ないからね。この瞬間引きずりを下ろして。うわー、このタイミングプレッサーきつー。インチキビーム。強すぎ。油回り。うわあ。ごめん。ごめん。ねえ。どうしよう。勝ったら終わりにする。なんかこのまま負け続けちゃいそうな。あ、カバーしてくれて助かったね。今俺の実力だけじゃもうやられてて絶対。え、2回当てましたけどダメか。削り切れてない。そっちか。チャーが動きにくいんだろうなこれ。うわ、くぅ、申し訳ない、負けてくれてありがとうございますみんな優しいな、本当に。4か、プライム持って4か、申し訳ねえな、ちょっと。全然あの、前に出てないですね。これ結構あの、前で、キル取んなきゃいけない武器なんですけど。いや、でもう一回この武器でいきましょう。いやー、そうですよね。いや、そもそもあの、これこのゲームね、お金の使い道がなくてねまずずっとやってると。せめてでもあの計測までやりますか。でもでもあと、あ、計測はちょっと長いか。7試合あるな。僕あのね、久々にスプラトゥーンやってて、なんか計測終わった時点でいきなりピンチって出たことなんですよ。あのパワーが1800台になると、そっから1回負けると X から下がるっていう仕様があって、1800台だとピンチって出るんですよ。なんか計測トゥルトゥルトゥルンピンチってなったことあって、いやいやX の資格ほぼないじゃんみたいな。しばらくやらないとね、やっぱスポーツと一緒でね、全然できなくなるんですよね。ね、計測までやりましょう。ありがとうございますね。ちょっとじゃあお時間あるからね、お付き合いね、いただければと思いますね。これなんか打ち抜かれそうだ。いや、プレッサーかい。ちょっと逃げ場を失っちゃったなこれ。うわ、全然当たらんし
いや、今のちょっとスペシャルで立て込んでましたね。相手がちょっと詰め方うまかった。手前のやつ降りたかな？降りたっぽいんで飛ぼう。二人いるな。ちょっと二人は相手できんの？オッケー。やってくれた。ありがたし。入ってくるかな？右のケアしたいけど、ナイス玉を。ね、このビームがめちゃくちゃ強いんですよ。いやー、危ねえ。雨のスリップダメージで死にそうだから一旦引くか。あ、助かった。ナイスのハッカー。これ一旦奥に下げればもうちょっとカウントもらえる気が。手前来ないか。味方も乗ってくれてるし、ありがてー。うわー、びっくりあ、すいません、ちょっといきなり大きい声出してすいませんでした。あ、すいません。そうですね、ローラーという武器はね、非常に心臓に悪い武器となってまして、うわすいません、こんなにボソボソ喋るくせに急に、ね、おお。すいません、ホラーさ心臓に悪い。やばいな、ちょっとこれナイス玉スペシャル貯めて一旦ね、打開しないと。ここで死にたくないですね。ここで死んだらもう滞在。あ、 いるな。いや、でもここでプレッサー吉。一旦これでもカウントリードは甘んじて受け入れるか。焦ってスペシャル溜まってないで突っ込む方が。スペシャルがたまらん。スペシャル貯めるのに時間かかりすぎ。うわ、うまうますぎ。30ね。いや、30でもまだチャンスあるよ。全然負けなければ勝ちあるからね、このゲームは。うわ、敵が見えてなさすぎるね。ちょっと計測中にね、一回は勝ちたい。これ10連敗したらメンタルボロボロになっちゃうよ。フラットにするまでに何とかしたい。こっち側からボム下手。ね、竹がね結構ぶち抜いてくるんだ。やば、出すぎた。すいません、スプラトゥーンは酔うかもしれないです。こんばんは、ありがとうございます。そんな時間か。相手スペシャルめっちゃ溜まってる。今のうちに入ってくれるんだったらそれはそれでいい。やばい、ぶち破れるこれ。うわ、二人いるんか。あるじゃん、お疲れ様です。ありがとうございます。いや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 、ちょっとね、今回も今のところいいとこなしでね。後ろか、やられてるか。後ろを見なきゃいけないけど、いや、わ、時間かかりすぎ処理に。一発当てるよ。 OK、 ナイス玉で奥に。うわー、どっちにしようかな。奥にするか。こっちもいるんだよ。でもうわ、一発もらった。乗るわ、とりあえず乗るわ。生きろ。うわ、オッケー。ああ、なんとか一勝できました。こんなスプラトゥーンって辛いっけ。
いやー、なんとかね、一勝できましたね。はい。そうそう、負けなければ勝ちあるんでね。ちょっと、まあ、全体的に活躍しなかったですけど。最後だけね、ちょっと仕事したかも。ジェシー、ありがとうございます。勝ったのか。俺以外のやつ。乙女ゲーやん。ありがとう。こんな一試合勝っただけでこんなにねパチパチしてもらえるなんて非常に優しい世界ですね。負けなければ勝ち。チャンヒラツーありがとう。ありがとうね。最後ね、とりあえず粘り切ったね。よかったです。コメントもあったかくてね。なんかずっとこのステージやってるな。もう一つのステージなんだったか忘れちゃったな。うわぁ、うわ、ミサイル、ちょっとあ、でもうわ、味方強ぇ。味方が人数より取ってくれてるんで、あいつだけ。よし、オッケー。僕の仕事はね、まあ、ヤグラを見てるやつを返り討ちにすることだけなんでね。ガチマチヤグラ乗りがち。裏から来てるぞ。あいつを処理するのが俺の仕事。オッケー。味方も助けてくれたし、あ、なんか連携できてる。味方うめえぞ、今回。俺のガバプレイもなんかすごい尻拭いしてくれそうな。アレンジが来ました。こんばんは、ありがとう。ソニック色を引きたい。いや、そうですね。青みたいですね、青。味方大事。やっぱり、ソニックと違ってね、こういうマッチングとか、いろんな要素があるからね。ソニックはそう考えると、何の運要素もないっていう、ね、言い訳のできない。乱数とか、なんか結構 RT って、乱数に苦しんでる人多いじゃないですか。ここの敵の湧き方乱数なんでとか。とにかくそういうのないんでね、言い訳ができないですよ。運が悪かったとか、ただただ実力不足でタイムが悪いって、そういうゲームなんで、ね、あれ。なんか運要素の強い RT やってる方はなんか結構すごいなと思いますね。結構思考回数必要じゃないですか。運が絡むってことは、ちょうどいい運の引かなきゃいけないじゃないですか。今語彙力死にました。うわー、これ最悪、ね、天井にぶつけちゃうな。やぐらにだけ。やぐらに、うわ。今の10秒間最悪ですね、本当に。記憶消してもらってもいいですか。ドラクエ3ね、面白かったですけどね、ああいうのもね。でもちょっと自分でやるメンタルはないですねって。ドラクエ3見てた方は分かると思うんですけど、最後ね、なんか EST 伸びましたしね。結構ね、大変なゲームですね。わー、差し込まれてる。これ俺がナイス玉で止める仕事重要ですよ。スペシャルために行きたいけど前出ると死ぬっていうのがあるんで、こんな感じで敵出てくる。うわ、味方神。味方が今助けてくれたおかげで、やっぱこの試合何もしてないけど、なんか味方がうまいこと助けてくれておかげで、あ、これなんかナイス玉打ち破られそう。もっとなんかパンパンパン切る、パンパンパン切るみたいな活躍したいんですけど、なんか必要な時にナイス玉生えて下がるみたいな。非常にね、地味な。いや、うまっ。ダメージもらいすぎた。引けない。そして延長へ。そうなんですよ。結局ね、そうなんですよ。トントンだったんですよ、あのね。
片方がね結構時間をしたのかなと思ったらね、2人ともねいい感じにもう一回負けれるのかみたいななってましたしね、あれが鳥だったのが良かったですね、きっと。僕の締め切りが足りなすぎて防戦一方なんですけど、うわなんかいちいち交換しかしてな、なんだとか粘り勝ちばっかり。ここでもちょっと逆転される可能性すごいあるんで、うわ負け筋作ったこれ、うわーローラー頑張ってる、ごめん、うわー負け筋を作ってしまいました。猛省します。今の立ち回りは右の上から行くべきでしたね。なんか下から高さこっちの方が低いのに、うーん、もう一回遊べるぞ、もう一回締める、死ねるぞ。一旦ちょっと持ち武器に変えますか、ガンガン詰める感じでね。デボン来たらちょっときついんだけどね、デボン海洋博物館というね非常に長射程ステージなんでね、なんかスプラトゥーン2はね結構長射程が強いとされてまして、3ではねその辺の調整がなされるんじゃないかなと思っててね、なんか3からイカダッシュの時になんか無敵時間さんがねそうするチャリンってちょっとあるみたいな、イカダッシュジャンプした時に光ってちょっとなんか近接武器少し戦いやすくなるんじゃないかなと思ってね、いろいろ武器使えるんですか、僕はね結構スパッタリ一点突破タイプでね、今持ってる武器ばっかり、この武器だけで3000勝みたいな感じで他の武器はあんまりみたいな、で、まあ、短射程がきつい環境で非常に苦しんでいるということですね。放射程武器を持ち武器にしてればこんなに苦しむことはなかったんですよね。無敵時間さんいっぱいね、無敵時間さん、さすが無敵時間さん、あらって味方強っ、全落ち、ほんと矢倉乗ってあげたいんですが、で一発、めちゃくちゃでもね自分の居場所バレるよね、これ上がってこないかな、上がってくる、うわ上がってくるの分かっててもやれないというのがもったいないですね、もう時間稼ぎしかしてない、おお味方が強え、味方が強えんで前で死んできます、死んでね時間を稼ごうかな、いいね味方がヤグラを進めてくれたおかげで前で死んだだけでもだいぶカウントが稼げまして、この武器ね打開が弱くてね、押し返しというか防衛がね、スペシャルがねスーパー着地っていうね、飛び上がってドンってねインクの衝撃波を出すんですけど、飛び上がった時点でね倒されるのが多くてね、うわーポムと噛み合った手前の、なんともつさんありがとうございますね、まあまあでも前で死んできた人みたいな感じでね、本当はね連続キルみたいな、スパッタリーの気持ちよさ、このなんか弾の速さでキル速が速くてね、パパパパーン敵を溶かすっていう、なんかぬわって出てきたねジェットパック
びっくりした。本当に余裕あるんで突っ込まなくてもいいかな。よし、味方が止めてくれてるわ。潜伏できないようにフラリングだけしっかりして。ナイス、よいしょ。右にもいるんだよな。どうしようか、これ降りてくるかな。うわー、一発当てる。ナイス。一番弱いとされるスペシャル。いや本当にね、そうなんですよ。強化もあったんですけど、なんか着地って発動前にボンってね、なんか着地かられちゃうのが一番の問題なんですけど、なんか強化しました。お、なんか爆発、その衝撃波を縦に判定伸ばしましたみたいな。そうじゃねえんだよなーみたいな。まず着地をはけるようにしてくんないときついなーみたいな。ね、今みたいに。ちょっとね、そうなんですよ。でね、着地なんか何回か修正があるはずなんですが、ね、着地を刈るという着想が得られる前、ね、着地を刈れるとバレる前は着地は強いとされてたんですよ。あんな近くで衝撃波出されたらきついよみたいな。ただ着地が枯れるとバレてからですね、使用率は低下の一途をたどってまして、まあ随分手前でドンパシドンパシ。どこの辺いないか。全然当たらんやん。着地ね、もうちょっとなんかね、ちょっとだけでもいいからね、弾一発分でもいいからね、アーマーみたいなのついてくれるといいんですけどね。効果が始まるまではね、そのままの体力受け継ぐんで、ちょっと体力削れた状態で着地入ったらね、一発当てられただけで貼られてしまうという悲しき。どうする、このスーパー着地で打開する。不安だよな。ということで突っ込まずにスーパー着地で打開するか。いけ、スーパー着地、最強スペシャルだなおい。打開もできる最強スペシャルかもしらんな。あれ、今まですまんスーパー着地くん、ごめんな、なんか前のこと誤解してた。ちょっと最強スペシャルだ。不安よな、膝丸、着地します。動きます。なんで味方が強すぎた。味方のおかげだ、これ。ナイス、ありがとう。ナーフはやめてくれ。着地を。これ以上の。ありがとうございます。続けてくれない、ありがとうございます。ちょっとね、キリのいい、計測までちょっと。やろうかな。まああんまり調子は今日良くないですけど、もうちょっとね、でもコメントとかにも目移せるようになりたいんですけど、難しいですね、シューティングゲーで。なんかスプラトゥーンとかエイペックスで配信してる人やばくないですか。そう考えたらソニックはまだね、自動的に走るところもあるんで、目離してもいいタイミング実は結構あるんですよ。結構ね、本番、コメントを見てんのみたいな、ありがたいことに言ってもらってたんですけど、ね、次ステージとステージの間とかね、道がパーって開く時間とか結構暇というかすることないんで、意外とうわっ、ボム怖っ、ね、コメント見る時間あったりして、ね、余裕ありなんですけど、このゲーム戦ってあれだ、ずっと余裕ないんですよね。死んでる間も敵どこにいるか探し直すみたいな時間に当てるんですよ。この時とかね、あ、ここかみたいな。意外とね、なんでソニック色、そうなんですよ、僕この青一番好きですね。インクの色を絶対に選べるんだったら僕もずっとこれがいいぐらい。頼む、駆られないでくれ。うー、すまん。
ね、この色で負けたくないな。結構このステージ差し込まれたら、あーでも味方が強え。天才か。じゃあ僕はね、前衛武器なのにクリアリング一生懸命頑張る人を。バレてるけどね、こいつの嫌がらせだけしておけば矢倉進むんちゃうか。ちょっとじゃあ最強着地。あーでも全然かわす余裕ありか。止まっちゃうね。え、当たんな、当たんな、ガバガバい。あ、やべ、降りちゃった。やばい、ミサイルがなければね、今処理しに行こうと思ったんですけど、あがっ。なるほど、厳しい戦いですね。僕がこれだけ動けてなくても、なんかこれくらいになってるってことは、僕が一回ね、こう、うわあかんって、それは。じゃあ、いざ頑張れ、ありがとうございます。頑張りますね、ちょっと。少しは活躍したい。腐ってもね、X というところがね、出れば、少しはね、勝ちに貢献できると思うんですが、ここから来るよね。いや、2人いるのは聞いてねえわ。うまいね。うまく足並み揃えてきた向こうが。一旦引くでもよかったですね、きっと。そう考えたら。あ、やばいやばいやばい。場所かぶりあるあるですね。どうしようかな。この辺いるよな。うわ、射程負けしてるから、変に前に出れねえし。マジそれも当てれないのか。どうする、上からもちょっと封じられたな。ここはインクがないからあんまり貢献できてないですね。どうする、裏から来るだろう。分かってても処理が遅れてるのがやっぱちょっとエイムが足りてないですね。うわうわ、スーパーインク回復。オッケー。あ、うまい味方が。うん。忙しいな。そういえばこういうゲームだったわ。あ、ちょっとミサイルで場所バレしてるんで。もう一歩なんだよな、なんか。もうちょっと押し切れば。そこか。あいつはどうする？着地で一旦お茶に押すか。落とせればオッケー。あとはあとはもうゴリ押しでオッケーオッケーオッケー。あ、味方が強い。オッケーオッケー。このままノックアウトまで行こう。あ、味方が強い。全然倒しきれてね。ありがとう。全然コメント見れてなかったけど、すごいみんなありがとう、ありがとうございます。いやーほんとね、味方がね、僕はなんかあのちまちま生き残ってただけで、なんか味方がすごいカバーしてくれた今。あれ、ちょっとお疲れ様でした。つもりしました。ありがとうございます。ありがとうございます。めちゃくちゃ練習しました。ほんとにね、RTA もね、今回の作品が初めてでね、喋りながらやるってあんな難しいんだと思いましたね。採用決まってからなんか話して走る練習始めたんですけど、ボロボロでね、本当にソニックの勝利嬉しいですね。本当によかった、今の色で買って。しないだけでありがとうございますね。一応ね、あの死ぬこと前提のギアパワーも積んでるんですけどね。生存意識タイプ、キルはあんまりね、バカスカ取れなかったですけど、
まあうまくね勝ちに絡めた気はします。珍しくデボンの方が相性いいのかな。隠れる場所確かに結構あっ、アンチョビがねそんなにあれか、隠れる場所なくてね、喋るの難しくなくそうに、あ、ありがとうございます。結構ねなんか人生ね初のなんかエゴサというかしてみたんですけど、なんかプレイよりむしろなんか喋ってんのすごいなっていうコメントの方が、コメントというか感想のことの方が多かったですね。プレイは置いといて、この人喋りながらやってるのみたいな、結構ねお褒めいただいててね、なんか嬉しかったですね。でも良かったです、なんかね自分の口でねいろいろ魅力が伝えられたっていうのは結構嬉しくてね。最初はボロボロでした本当に。タイム5分ぐらい変わっちゃったかもしれないですね、本当にボロボロでね。おらんか、うわー今のもったいないね。ありがとうございますね、喋りながらすごくてありがとうございます。いや僕もねなんか本番終わってね聞いてみたらこいつずっと喋ってんなって思ってたんですよ。結構ね黙りますねの後バーって喋ってたじゃないですか。でも練習の時は黙りますねって言って黙ってたんですよ本当に。僕の記憶が正しければですよね、黙りますねって言ったら技に集中してっていう練習の時点ではそうだったんですね。本番はねもうなんか集中しすぎてるのかもう余裕がなくてね、喋ってる自覚なかったんですよ。コメントでもなんかなんだかんだ喋ってるとは言ってくれてたんですけど、いやなんだかんだ黙ってたって思ってたんですよ僕は。見直すまでに黙ると言った割にはちょっと喋ってくれてるのをなんかみんなね優しいんでなんだかんだ喋れてるよみたいな、黙るって言っても喋れてるよ全然いいよみたいな、なんかそういう優しさで言ってくれてるだけだと思ってたらめっちゃ喋ってんなこいつみたいな。ずっとこれどうしようか、右上から来そうなんだよな。来るというタイプの武器ではなかった。じゃあちょっとスーパー着地最強スペシャル、まあでも喪失を走行してる間にねカウントは進んでいるということで、命を犠牲にね活躍したと、捉えたいね。実は練習でもずっと喋ってね、あるかもしれないね、練習風景を誰にも見せてなかったんでね。スプラトゥーンの方がコメント見れてないのがすごい悲しいな。本番の方がまだ見れてた。初 RTA 感染が膝丸さんな、あ、本当ですか？ RTA というものを、なんか、ソニックのね、魅力を、なんかこう、伝えることはさることながらですね、RTA の魅力もね、皆さんにちょっとでも伝わってたらいいなって、まあ、最後の挨拶でね、そういうことも言いたかったんですけど、まあ、ソニックの方で終わっちゃったんですよね。まあ、RTA 好きな人が見てんのかなっていうのもあったんですけど、まあ、そんな風にね、RTA、普段見ないけどっていう方にもね見てもらえて嬉しいですね。なんか RTA ってあの本番中もねなんか RT の説明からしなきゃいけないぐらいにはなかなかコアな趣味って捉えててですね、まあ、あのサッカー好きな人がめちゃリフティングうまいの見るとか、バスケ好きな人がプロのシュート見るみたいな、そういうノリでなんかゲーム好きな人がスーパープレイ見るみたいな、そういう捉え方をしてたんで、まあ、よっぽど好きな人とかじゃないと RTA って分野見ないのかなって思ってたんでね。まあでもそう考えるとこうちょっとでもねゲームに興味があって RTA っていう遊び方あるんだっていうのを知っていただけてね、なんか面白いって思っていただけたのは嬉しいですね。 RTA ね、あの僕も今回のソニックカラーズアルティメットで初めて走ることになったんですけど、それまではねずっと見る専門でね、見るだけでもね面白いいいんでね、はい、結構ねあの
僕あんまりその RTA ね、皆さんも走ってくださいみたいな宣伝あんまりしなかったんですけど、まずね見るだけでも楽しいということがね少しでも伝わってた。なんか RTA はね、やるには敷居高いんですよ。あれ結構時間的なコストがかかって、お金的なコストは逆にかかんないんですよ。一つのゲームずっと遊び尽くすだけなので。ただ時間的コストが膨大でね、ちょっとおすすめしにくいんですよ、やるには。だからでね、見ていて楽しいって言われてよかったです。ありがとうございます。伝わりました。ね、横からぶっ刺さるの術ね。あそこは結構ね、はい、派手なところでね、よかったです。そうなんですよ。RTA、そう、してみたいと思いつつ、そう、重い腰をね、上げるのが結構、そうなんですよ。ハードルが高いんですよね、始めるには。ふわふわした感想で見てました。そんな感じでいいんです。走る人はね、メカニズム理解してやらなきゃいけないんですけど、見る側はあくまでね、あーなんかすごいみたいな感じで楽しんでもらえるだけで本当にありがたいです。なんかよくわかんないけど今すごいこと起こったなみたいな、そんな感じでいいんですね。ジジありがとうございますね。山田さん、あれって本当確かありがとうございますね。喋りながら切るとってありがとうございます。いやそうなんですよ、本当なんか皆さんにね、こんなになんか RT in Japan ってやっぱ影響力すごいなと思って、こんなにいろんな方にね見ていただけるなんてね思ってなくて、そうなんです RTA ね、そう解説とかもそうなんです。本当にね、研究者気質の人がねあの時間の初見の旅確かにね、あの時間に急に RT 見るかってなったの本当すごい偶然ですね。そう考えると、もしくはアーカイブで見てくれたんですかね。なんか うわ裏取りの後多いという、裏取りの後追いという最悪のパターンに、しかもこれでやられたら俺も、あやばい、カバーが、よしよし、まあ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 、よかったです。裏取りの処理が遅れたんですけど、とくか、結構なんかガンガン手前に入ってくるタイプの敵っぽいんで、ひどい、近づいておきながら、この喋りを見つけられたのは RTA に関してありがとうございますね。あの時はね、喋る内容結構用意してったんでね、しょうもないこと言ってる時は結構思いつきに任せて喋ってましたけどね。もう解説とかはもうここでこの解説をするっていうのを全部決めてったんで、ね、うわうわうわ、弾散りすぎー、裏から来ないかだけ、やっぱりいるけど、さっきからね、なんか分かってるのに、うわー味方が一人いなくなってしまった。対戦落ちで味方が諦めるタイプだったらあれだけど、俺はとどめさせるまで戦い続けたいが、ちょっとねスプラシューター別注が落ちてしまったのでは3対4になってしまったんですが、これでもね、最後までキルを稼いで、なんだ、回線落ちなければ勝てたかもみたいなリザルトにしてやろうと思いますね。最後まで粘ってね、あれ相手に、あ、回線落ちたからなんとか勝てたんだって思わせるぐらい拮抗した勝負にしてやりたいけど、いやー強いね。いやでも味方も諦めないで頑張ってくれてるから、少し見てから寝ようと思ったけど、全部ありがたいですね。あんなになんか遅い時間に、うわーボンバ、なんかね、あんなにみんな最後まで見てくれるとはね思ってなかったですね。非常に感慨深いです。始まる時からね、終わる時までだいたい4万人いてくれましたからね。さすがに僕だったら寝てアーカイブ見る時間ですけどね。終わったの4時とかです。うわうまっ、できるできる君ならできるってそれさ、5、6年ぐらい前のあの CC レモンの松岡修造じゃないですか、それもしかして。僕の勘違いかもしれないですけど、はい、昨日振り見に来ました、ありがとうございます。はい、出だしから引き込まれました。本当ですか、出だしね、挨拶ね、
もう出だしからもう息の上がってる挨拶でね、はっはっ、すいませんみたいな。次ね、勝っても負けてもこれで終わろうかなと思います。こんな、こんな間延びした配信でも皆さん見続けてくれてありがとうございます。今日はスプラトゥーンでね、そうなんですよ、感想終わってちょっとね、あの、あつ森のね、島をぐるっと紹介して、久々にね、スプラトゥーンをやってみてます。ずっとね、あの RTA 期間中ほぼ我慢してたんでね、いや、すいません、こんな時間までお付き合いいただいてね。頑張ります。なんとかね、最後勝って終わりたいんですが、さっきからね、あのデボンは負けて、あ、デボンは勝っ、あ、デボンは勝ってんのか。あ、じゃあさっきのデボン負けちゃったんですが、まだアンチョビよりは勝率が良さそうなんで、いや、でもこのね、このステージハイドラントというね、非常にこのハイドラントをね、落とさないと、よし、ハイドラは落とさないとね、負けちゃうんで、ハイドラはこのステージ落とすのはでかい、結構。あとあの辺のバケツが、あとここで注目を浴びるの術ですね。ここで注目浴びておけば相手の攻めの手を少しね、緩めることができるはずなんで、ね、よし、いいよ。うわー、うまい、それカバーが早いですね。なんとかね。うわー、着地は入っている、危ねー、よかった、味方がなんか今敵のヘイトを買ってくれてたんで、僕の着地ね、狩られずに、着地というかジャンプね、狩られずに済みました。うわー、うまい、それもう気づいた時にはボムがね、ありましたね、今。なんとか。ちょっとね、46、渋いっすね。もう、あそこで死なないで、もうちょっと前線張り続けてたら、もっと進んだんですけど、大事なところで死んでしまったかな。うわー、今の。OKOKOK。逃しきらないの大事。背後取れててね、逃したらちょっともったいないんで、虫は入ってない、これ。塗った方がいいよな、この分。上か。お、うまっ、それ抜いてくれんの。じゃあ裏、前に出る、前に出て着地をか吐かせてすらもらえなかったな、今ちょっと前に出すぎましたね。これ飛べないか、さすがに。あ、そんな人数有利取ってくれんだったら飛ぶわ、それは飛ぶわ。いやー、この上のハイドラ、僕はね、一生トーピード投げ続けて、ハイドラね、射程が長くて強いんですけど、ボムを置かれたら動かなきゃいけないという弱点があるんですね。なので、トーピードでね、トーピードという追従式ボムをね、先に。うわぁ、気が合うね。うわぁ、ナイス味方。悔しい、今の、なんか1対1、なんか実力を押し付けられた感じで、なんか、もう随分、スクイックリンが敵陣を攻めてるんですけど。さて、こっから来る？はい。ここ好きな人いるからな。いやー、なんとかこの射程を生かしたいから前に出たいんだけどな。ちょっと前出て着地吐くか。ドン。うわー、あんま吐かれたかー。2対3だったらちょっと。行きたいけどね、実質1対3。あ、帰ってくれた、ナイス判断。うわ、これ逃げきれん。大丈夫かな、これ。結構多分スクイックインがちょっと防衛に参加してくれたらだいぶ楽になりそうだな。彼は前線を抑え続けてくれてるのか、そういう作戦なんだね。
から来るだろう。いやひどい、読み全部遅い、一歩遅かった。うわ、こっちもいるのにまずい。うわちょっと待って、ここ今んとここの2、3分何もしてない気がするが、逆転されるの全然あるな。お前のこいつやらないと。うわーきついか、きついか、さすがに。うわいやーちょっとね、防衛がね、この武器というかあんまり参加できなかったのがこのリードのね原因ですね。なんとか打開終わったっぽいんで、うわっ、下に下にきついか、ごめん、ジジ。ちょっと前半だけでしたね、勢いが。前半なんか良かったけどね。じゃあちょっと一緒に皆さんのパワーがどんなもんだったか一緒に見ましょう。なんかせめて2000超えてほしいけどな。あ、オッケーオッケー、ギリ X を名乗れそうな。はい、2000が一応ボーダーみたいなところなんで、よかったですね。はい、まあキルもね最後伸びて、なんとかスパッタリーらしいところはお見せできたかなと思いますね。皆さんね、結構こんなにたくさんの人に来てもらってね、ありがとうございます。本当にね、アルティンジャパンもね結構見ていただいたみたいで、ついでにね全然関係ないゲームも2つほど付き合っていただいて本当にありがとうございますということで、あ、ジジイありがとうございます。それではね、この辺にしておこうと思いますので、まひ、まひ、またぜひね、またぜひの役で、まひなちさん、またぜひね、やるかもしれないんで、その時はね、よろしくお願いします。はい。ではでは、お疲れ様でした。